クレイトン・ダニエル・ハミルトンは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身の、元プロ野球選手。2004年の MLB ドラフト17巡目で、サンディエゴ・パドレスに入団。以後、パドレス、ピッツバーグ・パイレーツ、テキサス・レンジャーズのマイナーリーグでプレー。2010年10月に、横浜ベイスターズの周期キャンプに、ブランドン・マンナーと共に、テスト生として参加。12月3日、 横浜ベイスターズと契約が成立した。2011年4月13日に3回登板するも3回、3安打に失点で敗戦投手となり、続く初先発の広島東洋カープ戦も2回後、失点と越された。その後、来日初勝利を記録するが、18試合の登板で1勝4敗、防御率7.18の成績だった。2012年は、 オープン戦から好調をキープし、開幕一組入りを果たす。開幕後も、まずまずの投球を見せていたが、4月18日の広島戦と4月22日の阪神タイガース戦で、軽重失点と打ち込まれ、4月25日に登録を抹消され、6月22日に、球団から契約解除、ウェーバー工事の手続きを申請したことが発表された。2年間で、 通算27試合に登板し、1勝4敗、防御率7.25の成績。同期入団のブランドンマン同様、俗に言う新日課で、ツイッターではたびたび、日本語の文章をローマ字表記で綴ったり、自宅では盆栽を育てるなど、日本語や日本の文化に対する関心は高い。また、ツイッターでは、ファンのために質問コーナーを開いたこともあり。 ファンとの交流をとても大切にしている。ベイスターズから契約解除を通告された際には、ツイッターにて、横浜の街と横浜で出会ったすべての人々、日本で過ごした日々に感謝の気持ちを表した。ありがとうございます。